はい、今日は1月26日日曜日夜8時35分日頃より現在の腐敗した政治、行政、社会教育の現況に徹底した調査を行い各所に矯正を求めるとともに市民の皆さんにはその事実と真相の違いを広報する活動に邁進いたしております。おなじみの赤い車ミヤリバン東大阪狼少年ならぬ狼親父の声今晩も届けてまいりましょう。皆さんこんばんは。さあ本当に政治も社会も騒がしくなっておりますね。土曜日日曜日に大きく世界が揺り動いているあのコロナウイルス、平成22年の5月の20日頃だったと思うんですね。国民の皆さん覚えておられますか？鳥インフルエンザ、これが日本へ感染した時に日本の薬局ドラッグストアから全てのお店においてあのマスクがなくなった。特に大都会においては東京、大阪、名古屋、福岡においてはマスクがなくなったこと、大騒ぎしたことがニュースとしてテレビや新聞等で報道されましたね。ちょうど私はその時にね、生まれ故郷のあの宮崎県都城市に平成22年5月の15日から帰省していたんですね。ふるさとに墓参りに帰ったんではなかったんですね。以前にもお伝えしたようにあの飛ぶ鳥落とすと言われた宮崎県知事の東国原春夫知事ね、この東国原知事をいじめに帰っていたんですね。その成り行きは前のライブで市民の皆さんにお伝えしましたね。私が生まれたその村ね、宮崎県北村方郡高城町大和田大井で大久保須崎村、このようなね本当に田舎のね、私が小学校の頃はね、あの観光バスで有名な宮崎観光のバスですね、これが朝1本、昼から1本ね、都城行きが宮崎からの通るんですね。それに乗って町といえば都城市の町まで出て行ってたんですね。そのようにしてね、育った私の本当の田舎村、当時の知事、東国原知事が宮崎牛は日本一であるね、日本一の牛を今日千秋楽で幕内最下位のあの17枚目の力士が優勝しましたね。一生懸命取ったその褒美ではないでしょうかね。この当時の東国原知事が宮崎県知事の時にね、相撲が終わるたびにあの土俵上に乗って宮崎級一等分を進呈していたことを覚えておられますか？それほどね、そして宮崎県庁の玄関口には等身大のパネルですね、知事の本人のそのまんまのね、そのまんま東のそのまんまの姿がね、パネルが貼ってあったところに観光バスでね、地方からさまざまな県からね、知事の
ね、勤めておられる宮崎県庁を見に行こう。そして入り口の玄関入ったところですよ。玄関階段上がる前じゃないんですね。一階正面玄関から階段を5、6段上がった。そしてね、この踊り場、その左側に、その知事の等身大のパネルが置いてあるところで、観光客はね、おばちゃん連中がそれを間に挟んでね、皆さんで記念撮影をされているような、そのような時があったんですね。さあ今から10年前になりますかね。この時に私が15日帰って、それから3日ぐらいしてからだったではないかなと思うんですね。テレビやニュースを見ていたところ、鳥インフルエンザがね、上陸して感染して大変なことになっている、ね、国民の皆さん、外出するときには必ずマスクを着用するようにと、このような加減されたためにね、都会のドラッグストアや薬局のお店からマスクがなくなった。しかしね、当時の私と友達2人で帰っていましたから、20日ね、20日ぐらいに、20、20日過ぎでしたかね、帰る時にはね、いっぱいありました、マスクがね。ですからね、たくさん買って帰ったことを覚えておりますね。それから10年、ね、それから鳥インフルエンザがね、感染してから2年ぐらいしてからですね、今度はあのね、豚コレラ、ね、豚コレラっていうのが出てきましたね。それ以前にはあの狂牛病と言われるね、わけのわからない、この元凶はどうでしたかね。飼育する人たちね、牛肉を飼育する人たちがなんと途方も、ね、ないことをやっていたんですね。牛というものは草を食べてね、そして生命蓄えていた動物に対して、早く太らせるために骨粉ですね、要するにさまざまな豚とかね、柏とか鶏とかの骨をね、骨粉にしてね、牛の骨まで、肉を取った骨まで骨粉にして、それを与えていたらしいんですね。さあこれも私が言っております、いつも言っておりますように、天災地災は忘れた頃にやってくる。しかし人災が今この世の中に満載なんですね。このような病気、そしてこの度のコロナウイルスね、安倍総理大臣が今日ね、あの中国に行っている日本人ね、あの町から即刻帰りたい人はね、連れて帰る、帰国をね、申し出た人にはすべてね、迎えに行く、このような発表されましたね。しかし私が昨日なんとライブで皆さんにお伝えしましたかね、このコロナウイルスが中国で発表された途端に、この1週間の間にね、10万人の中国人が日本の薬局、病院の薬を観光目的で来て、そして薬を買いに来ているんだ。このような情報が突然昨日夜8時前に私の耳に届いてきたんですね。ある不動産屋の社長が中国人と女性と結婚していて、そのね、中国人女性に当然中国の人ですから同級生や身内がおられますね。20人ぐらい電話が入ってきたというんですね。つまり日本の観光目的で行って、実はそれは薬を買いに行くためだ、ね、そして医者、日本にはええ医者がいてね、本当に中国人の医者が5万とおると、ね、大学病院でも多くの
中国人の医者がおられますね。この名医と言われる、ね、半分ぐらいが、ね、外国のその中国人の医者や、ね、外国の医者ではないかなと思うんですね。ところが大学病院などでは、ね、大きな大手な病院ではそういう、ね、不正は、ね、やりにくくても、民間の大きな病院ですね、ここに勤めている医者にね、中国から来た連中が在日にいる大阪ね、この府営住宅ですね、何人でも入れるって言うんですね、大阪府の行政は。そして中国人が来て3日目には生活保護を申請して、もうね、13万14万円の 金を毎月もらっている。そして医者は無料ですね、生活保護の場合は。そのような連中と連絡を取り合い、病院にどこも悪くないのに風邪ですと言って診察を受けて、ね、そして処方箋で目いっぱいの薬を請求して、処方箋の紙をもらって、それをね、それをまとめている、ね、隣のね、おばあんに渡したら、そのおばあんはね、5人も10人もの処方箋の札を持って、ね、薬局に行って、病院に行って、病院の近所の薬局から、ね、敷地内にある薬局から、ね、5つも6つも薬袋を抱えて帰る。これおかしいのではないか。という声を上げられた、ね、方がおられるんですね。そうしたところね、なんと、その薬局、名前が変わったらしいんですね、最近。つまり、そのようなことをしてね、すべての日本の保険無料において、薬代、ね、そして外国人が引っさらえて、根こそぎ持っていく。そういうところに、あのような、ね、あれ、国民市民の皆さん、ご存知と思いますが、今回のコロナウイルスは、ウイルスというのは、食用ネズミ、ね、ネズミから食べた、それから、ね、発生したのではないか、ね、言われてますね。先ほど言いました、ね、牛は草しか食わないのに、ね、早く太らせるために、ね、普通の動物の骨粉を、その草に混ぜて食べさせたではないか。だからわけのわからない病気がね、人間が作り出した病気が次から次へとなってきている。そして今、ね、大慌てしているのが全世界。ね。水際作戦とよく言われますね。要するに、様々な、ね、日本へ入ってくる、ね、密輸入国とか密輸とかそういうのを水際作戦で阻止する、ね、そういうことに長けた法律っていうのは日本の場合はザル法なんですね。そしてこの病院の現在の中国人、ね、昨日聞いたのは10万人から押し寄せてきている、その中国人は日本に薬を買いに来ているんだ。ね、今日、ね、昨日もお話ししましたね。あの震災、大阪の震災橋筋。ね、本当に多くのね、ドラッグストアができているんですよ。ね、そこのレジには、ね、カゴいっぱいに日本の薬品や様々なものを買ってね、1万円札を束にしてね、レジを待っているんですよ。そういう光景がね、毎日、ね、あの、心斎橋筋のドラッグストアの中で起こっているわけなんですね。そして今どうも、マスクが足らなくなった、そのような声を今日ね、ちょっと聞きましたね。大量に中国人が買い占めているんだ。ね。そして今日ね、京都に行ってきたんですが、京都のね、観光客、ほとんどの人がね、マスクをつけて歩いておられましたね。
この日本の法によってこのコロナウイルス全世界がね驚愕しておりますね。そして中国はね今日ねこの市からね広東省ですかあそこから出ないようにねそのように決めたとか言っていますがね今までの中国政府のやり方ですとね要するに政府の目の届かないところのね農業地区に行ったら賄賂が横行していてね賄賂さえ渡したら何でもある何でもありが中国のね国であるということを聞いておりますね。ですからねこのコロナウイルスがね中国で発生してもさあこれは大変だという認識がありますね。ですから日本に行って日本のねいい病院そして薬もいいとね品物もいっぱいあるさあ今のうちにと言って どのように押し寄せた。なんとこの1週間で10万人ですよ。このようなことは政府安倍総理はね中国に行っている日本人をね帰国したい人は連れに行くと言っていますが来ている中国人にね規制をかける。今日ね面白い場面に京都で出会ったんですね。京都の市長選挙が告示されたんですね先週に。そして投票日は来月の2日ですかね。2月の2日がね投票日らしいんですね。そうしたところにねあるスーパーの前にねその私のお客さんが買い物に行くからということで連れて行って、私はね前のね道路で車を駐車して待っていたんですね。そうしたところにね水入り用ののぼりを立てて何か書いてるなと思ったら、なんと福が来ると書いてる。ただそれだけですね。ね。ということは福にちなんだ立候補者の名前なんですね。福が来ると書いてあるんですね。このこれよりね、このバッグのカラーよりももっと薄い水色でね、真ん中に白抜きの福が来ると書いてあるんですね。さあお客さんを待っていて、私は車の前でちょうどねその連中が来て 5,6 人来てね上りを立て出したので、私は降りていって物好きですから選挙についてはね声をかけたんですよ。ね、今回の市長選挙の争点は何ですか。ね、パンフレットくださいだった3枚のパンフレットね、ここで出すわけにはまいりませんね。選挙中ですけどもね。なんとね、中学校の全校において給食を実施する、こういうことが書いてあるんですね。そして現職の市長がね、京都観光地をもっとね、外国の人たちがね、来やすいようにね、そういうような政策を持って外国人を呼び込む、このような施策をやっているというね、ことが書いてあるんですね。さあ、ね、一週間前の84歳の五郎太が言われたことを、ね、自分らは1年間365日のうちに、三が日3日、お盆に1日休んだだけで死に物狂いで働いて、日本国を経済大国世界で2番目に押し上げた。すべて我々汗水流したね、その賜物が現在の国会議員らは山積みされた、我々が山積みしたそのお金をどのようにしてね、言葉は悪いが猫ばば横領しようか、どのようにして使おうかね、その使うグループをどのようにして作ろうか、こんなことしかしていない。もう日本終わりだな。山積みされた自分たち80過ぎたね、日本国の長老と言われる人たちがね、たった1年間で3日4日しか休まずに作り上げてきた
財産ですね、日本の経済大国。今の政治家が何したんですか、ね、30歳や40歳の頃から、ね、政治家になって国会議員になって県会議員府会議員になって市民の税金で生活しているような連中が何の苦労があるんですかね。こう言われましたね。我々が戦後ね70年間蓄えてきたものをこの連中らはねどのようにして猫ばば横領しようか、そのような政治しかやってないではありませんか。ね、高齢化社会ね一番日本のために頑張った企業戦士と言われる人たちが頑張ったのに、年いったらね年金までもっと上にもっと上に上に上げたら自分らが長年ねあと5年も10年もね国会議員をやっていませんからね、80超えた連中、75歳以上の連中ね、70歳の家の連中らは年寄りに、日本の頑張ってきた年寄りに年金までちょっと待ってくれというようなことを決めて、その間に自分らが猫ばば横領する勘定だけしてんじゃないかな。何の苦労もせずにね、最初から苦労もせずに自分たちの国の長老が作り上げた財産をね全部食いつぶし、自分さえ良ければいい、そして少子化社会ね、子供が少ないね、子供が少ない埋めるような社会を作ろうとしないんですね。なぜならば山積みにされた長老らが蓄えられたそのお金を子供が増えてきたら子供に使ったら自分らが取る猫ばばする金が少なくなるね。安倍総理が言われる国家100年の大計とは何でしょうかね。川が氾濫したから4000億円の被害が出たからこの川のね整備をするのに100年もかかるはずがないでしょう。ね、60数年間ね、昭和31年から川から石を取ったらダメだ、砂を取ったらダメだ、土を取ったらダメだというおかしな不思議な法を作ってね、整備もせずにほったらかしにして川底から2メーターも3メーターも蓄積された土砂放置されていて、大雨が降ったらね、堤防から堤防まで300メーターもあんのに突然の大雨が降って流れる場所がないね、水は高いところから低いところに流れるはずが今の役人は高いところから高いところへ流れるようにしている。そのために堤防が決壊する、簡単な理屈ではないですかね。このような今の日本の在り方、そして今の慌てぶり、一個も慌てておりませんね。この見当違いのことを安倍総理は今日発表しておりますね。つまり外国から来る人を阻止しようするのが私たちの政治家、私たちの代理である政治家が何を大義としているか、公約としているか、国民の命と財産を守るために私がしっかりと仕事をさせていただきます、このように言うのではありませんか。それがどうですか。この1億2000万人の私たちの日本国に中国の連中が10万人来てマスクは買うわ、誰は持って帰るわ、様々なものを持って帰るね、このような形ですね。ちょっと待ってくださいね。はい、すいません、今ライブ中なんで後で電話入れます、すいませんね。このね、今の日本のおかしな不思議なことは私たち1億2000万人を危険なことにさらして何の対策もしないならばね、大阪府民の皆さん、心斎橋にね、よっぽどの用事がなかったら行かないことなんですよ。
ね、ところが今政府が大阪府や各都道府県がやっていることは何ですか？外国人を呼び寄せて観光客からお金を落としてもらう。47都道府県、そして国を筆頭にそういうことを言っておりませんか？今日も京都で、そうなんですよ。ね、市長立候補者がそのように言っていると。もっと京都にこの観光の客を呼び寄せる、そのようなね、ことを行っていく。日本国はそうですね。この連中らは、逆にね、単純に言ったら、金持っとるところの人たちが来て日本に金を落としてくれて楽して儲かる。このような発想しか今の日本の政治家にはないんですね。そしてあの小泉進次郎、子育てに1ヶ月も、ね、それをまたとぼけた同僚が、ね、それはいいことだ。どこがいいことですか？汗水流して働いたこともない連中が、ね、政治家が、ね、どのような立場で、ね、何をしなければならないかというね、区別も差別もわからないようなね、連中が、今の私たち日本国を動かしているんですね。それには、市民がね、国民が、選挙に行かないからなんですね。そしてあの、国民民主党と立憲民主党、どうですか？ね？わしが、俺が、ね？一回、形があったではないですか？10年ほど前に。ね？船頭を多くして船、丘に登って、その姿が国民が知っているために、ね？いくら二人で、ね、あの玉木枝の、ね、おった、あったところで、俺がで、ね、一個二枚も進まない国民なんか、そのような政治家なんか、誰も相手にしていませんよ。それを良いことに、今の自由民主党どうですか？ね、何でもやりたい放題。ね、国民の皆さん。テレビや新聞見てね、ぼやくだけではダメなんですよ。選挙に行くことなんですよ。ね、そして選挙に行って、ね、古い連中は立候補して、新人がね、出てきたら、の新人を入れて変えることなんですね、政治家を。ね、投票率が下がれば下がるほど、ね、名乗っている自由民主党、公明党、大阪維新、ね、日本維新の会、ね、そのような立憲民主党、このような連中らがだけが通るんですね。それでは国は変わることはありませんね。さあ今、日本国民は、ね、生活はみんなできている。ね、明日食べる米はある。しかし私は幼少の頃に小さい頃、明日の米がない時がいっぱいありましたね。そういう体験しております。ね、しかし今の政治家、そんな体験した政治家が一人おると思うんですかね。そして何の苦労もせずに、ね、いいことばっかり言った、そしてそれに乗せられた国民が選んだ政治家が、この手たらくなんですね。政治と行政のわからないものが政治家となって、このね、東大阪市でもそうですね、他の市町村でも一緒なんですね。私と政治論争をしようではないか。ね、自由民主党でも、大阪維新の会でも、公明党でも、共産党でも、ね、これを聞いている東大阪の38名の市議会議員の皆さん。ね。何も怖いことはありませんよ。取っていこうというんではありませんよ。ね。50万市民の前で、ね。私と
東大阪の現況現実とどのような街づくりになっていきたいか、これを論争しようではありませんか。あなた方がやっていることはね、あの土地が空いているからあっこにこのような施設を作ろうね、その施設を作るのにはどのようなね形で建物を建てよう、こんなことばっかりではないですかね。要するに人が少なくなるね、子供が少なくなって年寄りが増えていく、それなのにこの万国博覧会にしてもオリンピックにしてもそうですね、外国の人たちが来て日本にお金を落としてくれるからそれを賄おうね、IR のね博打場を作ってそれで落ちたものでね行政を行おう、何かおかしいと思いませんか。汗水流して働くっていうことはどういうことですかね。人の言われる外国の金持ちが持ってきて遊んだお金でそれで市民や府民がね賄う、行政で賄う、市民が納めた税金は全てね市長や議員でね満腹たらふく食う。あのね、今からね30年ぐらい前だったかね、よくあの新聞なんかでね俳句とか川柳のね載っている曜日がありますね。その時にねこのようなね本当に感心した句が載っていたんですね。名前は忘れましたね。もしこの句をね投稿された人、本当にね憤懣やるかたない気持ちでこの句を書かれたんじゃないかなね。税を食う腹に満腹感はなし、このような句が掲載されたんですね。私はこの句を目にした時にね、本当にこれを投稿された確かに女性の名前だったんじゃないかなと思うんですね。税を食う腹に満腹感はなし、ね、30年ぐらい前ですよ、図星ですね。今のね政治家などは職員などはね全くそのまんまのこの句が大きく大きくなっていくような句なんですね。名言ですね。税を食う腹に満腹感はなし、見事だと思って私は常日頃からこの文言をね利用させて使用させていただいているんですね。新聞は一回きりです。掲載したらね、新聞回収に出したらね、その句は消えます。しかしこの句を投稿された方、私は30年間この税を食う腹に満腹感はなし、これをね断るごとに広報しているんですね。そして私が今日ね京都に足を踏み入れるとき、ね、第二京阪ね門間から京都へね、京都のちょうど京都駅へね行く一本道ですね、高速の下、ここから入るときに京都市に入ってね、私の歌ですね、この歌を流して京都市内を12時まで流していたんですね。こ
これを今日ね、午前中京都市内で流してまいりました。どこの誰とは言わないけれど、戦場に行かない人がいる。政治家悪いと言いながら、政治が変わらない、選挙に行かない人がいる。選挙に行かない人は誰？どこの誰とは言わないけれど、選挙に行かない人がいる。役所が悪いと言いながら、悪性不正を知りながら、口では文句を言うけれど、選挙の時には知らん顔。選挙に行かない人がいる。選挙に行かない人は誰？選挙に行かない人がいる。選挙に行かない人は誰？
どこの市民と言わないけれど、選挙に行かない人がいる。4年に一度の選挙権使えば政治は変えられる。使えば役所を変えられる。悪政不正を変えられる。みんなで選挙に行きましょう。今度は選挙に行きましょう。この歌をね、今日朝10時からお昼まで2時間京都市内をかけて走り回ってきたんですね。あの河原町、塩河原町というね、烏丸通りね、本当にね、観光客の多いところなんですね。そしてまたね、広い通り、二条城通りね、二条五条ね、堀川通り、これをねかけながら回ってきてね、京都市民の皆さんね、せめて 50% 近い投票率になるように、市長選挙ですよ、ね、京都府民が誇る投票率、日本一で一番の投票、せめて 45% 以上の投票率を望んで、この赤い車、ね、本日京都市内をお騒がせしております。このように候補してきたんですね。そうしたところにね、なんと当然選挙カーが来ますね。選挙カーが来た時にはこのスピーカーの音を消してね、通り過ぎるのを待って、そしてまた見えなくなったらこのね、月光仮面と選挙に行こう、これをかけて回ってきたんですね。京都でもおそらくね、37、8% じゃないかなって思うんですね。どこの市長選挙でもね、去年の夏にあった枚方市長選挙でもそうですね、たったの 33% ですよね、投票率、市長選挙ですよね。東大阪ちょっとたくさんな人が言ったな、いやいや、たったの 38% ですね。そしてね、去年ありました、あ、今年ですかね、あったあの泉南の市長選、あ、町長選挙ですね、この前は河南町の町長選挙ね、これにしてもたった 32%、 33% 投票所に足を運ばない、そのようなことで本当にね、市民のね、判断を得た、評価を得たと言えるんでしょうかね。自分らは当選した、当選した。ね。10人のうち6人も棄権した選挙でね、通ってきているのが現在の政治家、ほとんどの政治家なんですね。今、自分たちの国の政治が、そして社会がどのようなことになっているか、世界がどのようなことになっているか、今日もね、その京都府で、ね、京都市内で、その上りを立ってきた人と話してたんですがね、政権が長く続いたら、ね、せめて2期、ね、8年で変わるような政治でないと、ね、3期も4期も務めたら、必ずね、税金を食い潰す方向へ行く。ね、それがそうですね。特にこの東大阪などは、ね、4期ですよ。4期も市長が変わらずに市民の税金を食い潰すだけの行政しか行わない。ね。市民を黙らせるのは、選挙に行く人を黙らせるのは簡単なんですね。その長たる、例えば商店街のね、役員さん。この商店街に活性化するために補助金をお願いします。いくらですか？700万、1000万お願いします。ああ、たやすいご用です。ね。そういう金をばらまけておるわけなんですね。
何々商店街の助成金補助金ね、そのようにしてばらまいておいて、選挙の時のね票取りマシンにしておきおいてね、一人一人のね苦情っていうのは役所に文句を言いに行く人ってほんとんどがね、本当に苦しい人かね、自分たちの裕福な生活のできる人たちはね、まだ裕福でなくても毎日仕事に行かなければならない人たちは役所なんかに文句に言っていく暇がありませんね。土日は休みですからね、日頃からね市民が文句が言いたいとなっても役所なんかはね、月曜日から金曜日ね夕方5時半までしか空いていないね。今の中小企業の人たちはね、働き方改革でね、日本の国は働かないように、そのような行政をしておきながらね、それをなんで潤す行政を行うかといったら、外国ら観光客金持ちが来てね、たくさんの買い物をして、そしてお金を落としてくれる。逆に言うたらね、言葉は悪いが、こじき国家ではありませんかね。観光客を呼んで外国の人たちがお金を落としてくれることを、それを目標にして立つようなね、政治でしたら、行政でしたら、観光客が来なくなった時に、あのね、こういうね、経験してるんですよ。ね。あの、以前に、万国博覧会が行われた吹田でね、行われたのが、昭和45年でしたね。昭和45年の、確か3月ぐらいからだったんじゃないですかね。半年間行われましたね。その時にね、東大阪の八重の里駅、ね、近鉄の高架、そして中央環状線ですね。これが完成したのが昭和44年なんですね。45年が万国博覧会ですから。で、それに合わせて45年にほとんどの幹線道路が中央環状線ね、この東大阪を通って境からね、行く中央環状線がね、完成したわけなんですね。そして近鉄沿線ね、上六からね、難波から奈良へ行くこの近鉄沿線が高架されたわけなんですね。このところに近鉄がね、八重の里の駅の北側にグランドマンションね、まだ数少ない時に、分譲のマンションが少ない時にね、ちょうど万博の年、日本国がね、企業のね、経済大国になるバブルの上り坂の時ですね。スタート時点ですね。バブルのスタート時点。この時に、近鉄がね、12階建てぐらいのマンションを建設したわけなんですね。ここが、外国から来たね、要するにコンパニオンですね。中で働く外国の人たち、ね、若い人たちばかりでした。ね、私たちのような、私が21歳ですから、その連中、大学生、ね、今でもね、記憶にあるのは、カリフォルニア、ね、そして、ドイツ、イタリア、ね、フランス、様々なね、国から来られた、ね、和光堂の宿舎にされていたんですね。その宿舎になっていて、ね、万国博覧会は10時に閉館しますから、11時10分ぐらい前になったら、矢の里にね、バスで、その外国人の人たちの宿舎になってますから、そこへね、何十台という来る、ね、バスが来て、送り、朝また行って、夜ね、11時前に帰ってくるわけなんですね。その連中と友達になってね、外国人ですよ。私は英語なんか、ね、フランス語もドイツ語もできません。ね。私の考えはその頃からね、ここは我々日本の土地やと、わしの町や、東大阪のね、八重の里の駅周辺は俺の町やと、俺の町にどのような外国から来ようがね、わしの町で物事をするなら俺中心で物言ったらええと、
いうのが若い時からの性格だったんですね。ですからね、どこの国から来たかも分かりませんね。そしてヘイハロー、ヘイハロー、これだけですよね。向こうも同じ年代ですけども、向こうはね本当に背の高いね、180、190の連中ばっかりですね。それでもね、私は165センチでもね、ヘイハロー、ハローってね、こうですよね。そうなって向こうも話はね、教えてもらったのね、 You speak Japanese English、 このような聞き方するんですよ。私の発音はむちゃくちゃですよ。それで通じるんですね。つまりね、そう言ったら、あ、リトルって言うんですね、ちょっとだけ話せるとね。そうしたらね、アイフレンド、マイフレンド、おね、仲良し仲良しね、いっぱい飲みに行こうか、あんまり酒は飲めませんよね。え、ビール、ジャパニーズビール、ノーノー、え、イングリッシュビア、ノーノー、ジャパニーズビール行こうって言うんですよ。そしたら当然わかりますね。そしたら、おーね、フレンドって言うんで、で行くんですよ、近所にね。ところがね、行きつけの店ね、自分らが友達になったね、もんを 2,3 人連れて行ったらね、中満員なんですね。日本人誰もいないんですよ、すべてね。そして見たらね、まだ奥の方がね、2つ3つ席空いとるんですよね。それでもね、そこのオーナーママが出てきて、すいません、もういっぱいですね。ね、おいおい、わしら前地元の人間がここへ来てな、まだあんたとこ空いとるやないかと。ね、いや、すいません、あれ予約で、ね、また外人さんが来る予約の席なんですよ。この商売をそのお店ね、何軒ものお店がね、あの八重の里の近所でね、そういう商売したんですね。だから、もう、あ、この地元ではダメだと。ね、今のは大変なことですね。その自分に時効ですから、ね、今からね、40年も35年もね、前のことですからね。この流れの中においてね、あ、私ね、6人乗りの昔のね、中古のね、車を持っていましたから、それにね、6人乗りに8人乗って、ね、道頓堀行くんですよ。ね、11時半ぐらいか、11時過ぎから。ね、そして、3時ぐらいに帰ってくるんですよ、みんなね。2、3時間遊んで。ね、そして、別れて、またね、明くる日の晩に、八重の里の駅に集合ってかけたら、必ずね、その時間に、10時45分ぐらいにね、みんなそのメンバーが走ってくるんですよ。ね。そして、近所は行く店行く店、日本人の近所の人が行ったら、外人ばっかりで来てますから、外国人ばっかり来てますから、日本人を無限にね、いやもう今日いっぱいなんで、断った店なんですよ。ね。そして、万博は終わりました。ね。さあ、外人はいなくなりましたね、外国人は。お店ですよ、残ったのはね。半年間でボロ儲けをして、ね。あと、終わったら地元の人相手の商売になりますね。そうしたら私だけじゃないんですね、断られた人が。ね。さあ、近所の嫌がらせ、ね。どんな嫌がらせしたか。窓開け、戸を開けるんですね。そうしたら、外人なんかも帰った後ですから、ね。わざと戸を開けるんですよ。その万博の開催中にね、我々を断った店。戸は、ドア開けますね。女の子4人ほどおって、ママ入れて5人ほど、いらっしゃいとこう言いますね。そして顔を見るなり、いらっしゃいという声を聞いたら、ね。
ああ、愛想がええな、いらっしゃい、号令かけて、5人で、もう一度いらっしゃい言うてくれた、いらっしゃいって言うそうした言われたときに、おう、その元気な声を聞いたから、よそ行くわ、とバタンと閉めて、店を入らないんですね。ほとんどの店を地元の連中がそのようにしていったためにね、地元のスナックなんかは、そういう商売していたところはね、軒並みに潰れていったわけなんですね。さあ、そのような行政をやろうとしているのが、今の日本の政治家、国会議員の連中の、また市町村の長の考え方と全く同じことだと思われませんか？外国人を呼んで、ね、また新聞でもそうですね、報道でもそうですね、日本へ来る外国人が、ね、激減するために売り上げが、ね、落ちてきた。落ちてきたんじゃないんですよ。元に戻った日本人に働くな、働くな。ね、日本人は働きすぎだ。だから働くな、働くなと言っておきながら、働かなくなったらね、どのようにして国は潤っていくんですか？外国から多くの外国人を呼んで、ね、そのお金持ちの人たちに、あいわゆるカジノ博打場を作って、また環境、ね、外国人が喜ぶような施設を作って、客を呼んで、その客が来なくなったら、ね、どうするつもりですか？その時の、ね、行政、私たち国民を、ね、市民の生活を、どのようにして守ってくれるというんでしょうかね。今の政治家の連中のやっていること、本当におかしな、不思議な、変な連中が私たちの日本国のね、社会を動かしている。本当にね、器の小さい。そうですね。自分たちの中身のない外国人の観光客を相手にした商売。そんな行政を、ね、平気でやっている野党の連中、何を考えているんでしょうかね。政権取っている自民党の議員の皆さん、ね、安倍総理大臣、私と、政治論争しませんか？私はね、今国土交通省のね、あの河川の実態を調査していますから、この資料が上がってきたら要望書を持って国土交通省や経済産業省の大臣にその要望書を送るのではありませんよ。届けに行きたいと思っているんですね。さあ、ね、今日も1時間、市民の皆さんに相手にね、ぼやいてまいりました。しかし、現実を見たときに、ね、何が国家100年の体系ですか？ね、1ヶ月、2ヶ月、半年先の見通しも立たずに、ね、自分たちが汗水垂らして、作った蓄積した金でもないのに食いつぶして、何が国家100年の体系ですか？さあ、徹底した明日からまた調査をして、市民の皆さんにこうしてまいります。こんばんは、本当にご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。